ニンニクの香りとかが和らいでいくんですね。はい、どうもリュウジのお兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、そろそろやっちゃおうかなと。そろそろやっちゃおうかなと。あとよりもね、 YouTube でこれさえ出しときゃいいだろうと、この間リサーチしてて分かったんです。ヤンニョムチキンですね。僕酒飲みなので、スパイシーなヤンニョムチキンを食べたいなと思いまして、最高のヤンニョムチキンを今日は引っ提げてきました。名付けてヤンニョムチキンです。今回は至高バージョンでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いってみたいと思います。まずね、鶏のもも肉、ヤンニョムチキンですから、鶏のももチキン 300g、 まあ 300g、 320g、 まあもうちょっと多くても大丈夫です。片栗粉、ニンニクと生姜 3g ずつ、これね、ちょっと 5g ずつぐらいだ、これ加減して 3g ずつ使っていきます。はい、ペーナッツ、コチュジャン、この瓶の、スーパーでよく売ってるタイプ、これだと思いますので、これ使っていきます。ケチャップも使います。はい、フルーティーさを出したいんでね、味の素です。で、あと胡椒、あとお酒、タバスコですね。はい、めちゃめちゃ重要なのでこれ使ってください。これで大人のヤンニョムチキンを作るのやっていきたいと思います。はい、ではですね、やってみたいと思います。至高のヤンニョムチキンを作るために何が必要かというと、やっぱりね、至高になっていかなきゃいけないと。自分自身がね、至高な料理っていうのはやっぱり至高な人間から生まれると。そもそも僕はダメ人間なんですけども、ハイボールを飲むことによって至高の人間になるので、僕は至高の人間にしていきます。あー、どうも、至高のリュウジです。やっていきたいと思います。ピーナッツ、僕ピーナッツ好きなんで、粗く刻んだ方がね、食感がいいので、こんな感じですね。ニンニクもね、これするので、皮だけ剥いておきましょう。はい、皮だけこうやってこうやって切っていって、大体10等分ぐらい、ちょっとね、小さめ、はい、こんな感じで10等分ぐらい、はい、切っていきます。お塩をね、小さじ1/4、お酒ね、大さじ2、ちょっとね、水分入れていきます。おろし生姜、これね、3g ぐらいなんで、これね、5g だったんで、まあまあまあ、これぐらいかな。ポンポンポン。そして黒胡椒、はい、よくね、揉み込んでいくと、臭みを抜いていくと。下味はね、すごくシンプル、必ずこれ常温に置いてください。そしてこの使ったお酒の、お酒と生姜のいい香りを嗅ぎながら飲みます。これがね、料理の醍醐味なんですよね。はい、お酒大さじ1、ケチャップをこれ大さじ1、ケチャップ入れることによってね、甘みが加わって、すごくね、フルーティーな味わいになる。こちらね、入れてください。で、どれぐらい入れるかっていうと大さじ2杯で、こうやってね、粘度が高いので、こうやってすり切りで、これをトン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 、味の素必ず入れてください。旨味が違いますから、はい、おろしのニンニクですね、まあ、半分ちょいぐらい、あんまりやってもね、コチュジャンの風味とかなくなっちゃうので。タバスコって、唐辛子とお酢とお塩で形成されてるんですね。小さじ1入れるんですけど、結構入れますね。このヤンニョムチキンの辛さの源ってコチュジャンなんですけど、コチュジャンって唐辛子の辛さなんですよ。で、タバスコも唐辛子の辛さなんですよ。なんでタバスコを使うっていうと、熟成された旨味があるからですね。辛味と旨味が加わるんですよ、これね。でもこの酸味もね、少し火を加えることによって和らぎますので、これ、ね、タバスコぜひ入れてみてください。これがこのヤンニョムチキンのポイントです。で、鶏肉は、まあ、さっきやってから、まあ、10分ぐらい経ったと思うんですけども、20分ぐらいこれで下味をつけていきます。はい、はい、ということでですね、油はね、鍋底から1センチ、弱ぐらいで大丈夫です。今中火で熱しております。片栗粉はね、がっつりつけちゃってください。そして、入れていきます。で、これを、繰り返していきます。衣は厚くつけましょう。そうすると、仕上がったチキンにタレがよく絡みます。たっぷりつけて揚げてを繰り返して、お醤油も入れてないですし、結構ね、白く仕上がります。やっぱり揚げ物やってるとちょっと酔い冷めますね。皆さん、酔っ払って揚げ物しない方がいいですよ。危険ですからね。僕は特別な訓練を受けているので、揚げ物を揚げてると酔いが冷める。小さめに切って常温で、漬けてあるので、二度揚げはしなくていいです。
もうね、カラッと上がってると思います、全体的に。まあ、こんな感じね。こんな感じで上がったら、すべて、あ、いいですね、カリッとしてますよ。はい。すべて揚げていきます。はい、ではですね、油は、きれいにしたので、火をつけまして、さっき作ったタレ、これちょっと入れていきます。もうすぐね、唐揚げは、あ、入れたら、こう、絡めて。絡めながらちょっといることによってタバスコの酸味とかニンニクの香りとかが和らいでいく。生のまんまだとちょっとパンチが効きすぎるんで。真っ赤なね色になって入れてきたなと思ったらこれで完成。本当に美味しいから自慢の一品です。これはこれ以上美味しいヤンニョムチキンを教えてもらいたいぐらいです。ほとんど皆さんが忘れてるこのピーナッツ、これを振りかけてください。香りとね、食感が足されますんでね。飛行のヤンニョムチキン、完成です。はい、それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。一番のやつこれでしょう。では、いただきます。ピーナッツがかかってるところ、いただきます。おお、おお、マジでうまいぜ。ヤンニョムチキン、基本甘いんですけど、僕甘さ控えめにします、今回は。なぜかというと、酒に合うようにしました。あ、やべえ、うめえぞ。タレと絡めてあるんですけども、衣もね、やっぱりね、熱くつけたので、サクサクします。うん、ヤバタンだぞ、これ。これビールだ。適度な甘さとね、辛みはビールだね。唐辛子の旨味が際立ってる。これ至高シリーズの中でもかなりうまい方です。前夜としご飯にも合うと思う。これはうまくできたので、スタッフチャンス。達也くん食べますか。一気にいったね。うん、頬張りすぎ。喋れない。食レポ下手か。リサイドのタオクラゲ頬張った人じゃん、それ。めちゃくちゃ甘いですよ、これ。はい、食感がそうですね。このピーナッツによってこの繰り出される食感、うん、そしてこのタレの濃厚さ、うんうん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、皆さん相当美味しさが伝わったんじゃないでしょうか。うん、コチュジャンとケチャップのさっきの食レポを思い出してもらった、まあ、とにかく皆さん、うますぎて飲みすぎて語彙力がなくなったのと、達也くんの語彙力がないので微妙な感じになってしまいましたけども、僕の至高シリーズの中でもかなり上に行くぐらい美味しいヤンニョムチキンになりましたので、ぜひ皆さん試してみてください。ピーナッツ大丈夫、ビール用意しますか。大丈夫ですか。Ha ha ha!